はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。アサシンクリードユニティやっていきたいと思います。前回はミラボーさんが何者かによって殺されたので、そちらの犯人を見つけるべく、やっていきたいと思います。好きな場所、何があるのかしら。薬剤師はここに毒を届けた。手がかりを見つけて、その痕跡をたどりたい。痕跡？猟犬みたいに？そんなところだ。さあ、鷹の目。ほう。なんだこれ。ああ、なるほど。こっちになんか行ってるね。で？こっから消えた。お、こっち。こっちで匂いがする。あ、消えた。さあ、続いて、あっちだ。お、登ってる。何か考えは？登ってる？ここらしいな。確かなの？ああ。待て。見てくる。バカ言わないで。一人でなんて行かせはしないわ。エリス、自分で肩をつける。頼む。わかった。ちゃんと戻ってきてね。ちゃんと戻るよ。ここってさ、アサシン教団の拠点があった場所だよね。ん？あ、ま、上に行くのか。まだ上か。よっ。よいしょ。よっ。よ。上にいる。でもまだ、上まだ、まだいるわけないでしょう、さすがに。よ。あ、いる、誰か。え、誰かいる、いる、いる、いる。いる、いる、いる。え？お前なの？遅かったな、小僧。ベレック、お前に見つかるとはな。まあいい。話をしよう。ミラボーに毒を持ったのか？奴が毒だ。テンプル騎士団は永遠の敵。教団を救えるのは自分だけってか？初めてだとでも思ったか？指導者の粛清は起きたことがなかったとでも？教団がこの地位を濃々と築き上げてきたとお前は考えていたのか。まさか、マシャフ、モンテリッチオーリ、アメリカ植民地。何度も起きたことだ。その度に一層強く生まれ変わってきた。今は、目的を失っているだろう。政治と革命から抜け出せずこの様だ。我々は軍隊だ。軍隊で敵と和平を結ぶことを裏切りと呼ぶ。だが一人では教団を救えない。二人なら救える。ベレック、それは無理な提案だ。残念だ。頼む。評議会に戻って落ち着いて話せば解決できる。テンプル騎士がいるのに落ち着けるか。
て。よっ。おっと。みー、よいしょ。みんな知っている。バランス崩してどうやるんだっけ。裏切り者。痛い。これか、これか。なんか無意味にやっただけだっていうね。痛い。よっ、バランス崩し。オッケー。これは驚いた。いいよ。自分の意思もないとはな。余計なお世話だ。落ちろ、ベレック。あ、一緒に。目を覚ませ小僧。それはあんただ。テンプルシナムは罪なき人々を手にかけてきたんだぞ。朝日を消すために。いいえ、これまでの人生で見たものを。テンプル騎士団の支部長が孤児を息子同様に育てる姿だ。よっ。ベレク回復してるやんか。あい、眩しい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 よ。眩しいよ。痛い。痛い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 。よいしょ。ちょっと絵面的に見えない。痛い痛い痛い。オッケー。ん？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 ビ、いいよ。ステンドグラスをパリーン。大丈夫、待っていろ。え、どこ行った？ベレック。口当てるまでお前をバスイユにとどまる。ベレック。聞かせろ。お前が心を捧げていたのは朝日の心情か、テンプル騎士なんか。こうなる必要はなかったはずだ。そうさせたのはお前だ。我々なら200年間で成し得なかったほどの高みに教団を導くことができる。異議を唱える者は全て消し去り、無から気づき直すという立派なやり方でな。え、あ、いたいた。え、違う。危ない。そうか、確信が見えた。お前を毒したのはこの女だ。この女こそが諸悪の根源。ベレック、食いるがいい、バカめ。よっ、よっ。痛い。よいしょ。まあ見えねえ。あ、消えた。どこだ。うわ、眩しい。あ、上、いきなり出てくんなよお前。チャンスを逃したな。
痛い。終わりにしよう。よっ、今度こそお前を終わりにしよう。よっ、チャンスを逃した。オッケー、やれ、お前に死んで、うん、ありがとう。息子の元へ帰りたいだろうな。あ、小僧、落としたぞ。おお、驚いた。本当にやるのか。弟子が彼女を信じている。彼を信じろ。もちろんだ。だが女は考え直してくれ。残念だ。だろうな。では。では。さようなら。安らかに。ベレック、協力することも必要なんだ。おい、対立メモリークリア、地面に倒されない。めっちゃ倒されてしまったね。はい。お、スターアサシンの衣装ゲット。さあ、お？お？どうした？どうした？なんてこった。干渉に浸ってる時に悪いが、別の問題が発生した。ビショップ、いるか？聞こえてる。分かってるわね。今、ブリッジを開いてる。アブスターゴは先月のあなたの仕事のことで、まだ怒ってるわ。どうだかね。よし、ブリッジが開いた。行け！アブスターゴのシークエンスデータを書き回して、ポータル？こっち、はいはい。データを盗み、先駆者のサンプルを破壊し、サーバーをいくつかダウンさせた。そうね。まだどこですか？だった。ポータル。ポータル。え、これは下に落ちるのか？え、登るのか？向こうで会いましょう。はい。あ、これ登る。オッケー。ヒュー。デュフ、次元の狭間。はい。あれ、下水道。うお、下水道？下水道の出口を探す。はい。参ったわね。また破損したコードの山だわ。いいよ。今度のポータルは数百メートルほど上よ。お、エッフェル塔。え、ちょっと待って待って。時代が一気に変わった。ちょっと待って。何これ。何これ。いきなりどこ行けばいいんだこれ。どこ？エッフェル塔にたどり着く。エッフェル塔でもこれ、こっち行っちゃダメなんだよね。こっち行っちゃダメなんだよね。あ、普通になんか兵士がいる。これまで通り、長いは禁物よ。断片的な記憶は危険すぎる。はい、出口を見つけて。誘導するわね。はい、たどり着いたよ。
登ります。すげえ、エッフェル塔登ってるアサシンが。すげえ。え、あかん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 、え、え、あかん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 、あかんかん、バレる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 。あー、こっち来る、こっち来る、あぶだぶ。あかん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 、あかんかんかん、あかんかんかん。すげえ、アサシンがエッフェル塔登ってる。すげえ。日本で言うたらね、東京タワーを忍者が登ってるようなもんだよね。すげえ、よいしょ。で、よっ、あー、ガン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 。あ、めっちゃバレてる、バレてる。レストランで、で、こっちか、よっ。よっ、こっちか。すげえ、まさかこんな現代のとこにも来るの。おお、あっちゃった、危ない危ない。お、こっちか。え、こっちで、こっち、よっ。はーい、危ない危ない。お、なになに、あれ、あれで撃ち落とすの、よっ。いて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 、すげえ、なんかちょっと待って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 、当たってねー。オッケー。すげえ、アサシンでまさかこんな銃撃戦やるなんて思ってもいなかったよ。どっから登んの、こっち、あ、こっちか。お、これはいつ頃のやつなんだろう。おお、あれね、出口よ、急いで。フランスで戦争しているってことだよね。1944年って書いてあったけど、ちょっとこれは後で調べとこうかな。よいしょ。いや、時代がいろいろ変わるからさ、頭がついていかないよね。ああ、また、びっくりした。ね、なんかレーザーかと思ったよ。ああ、ちょっと待って待って、あかんあかんあかん、あかん。スポットライトは中行くの？よっ、ん？こっち、ん？この上か。よっ。え？ああ、上行くのね。おーい。よいしょ、こっちか。よいしょ。よいしょ。オッケー。兵士たちがなんか苦しんでるね。おっと、またか、またか、またなのか、またなのか、危ない。またか。よっ。当たれー。いていて、そっちにもいた。え、見て、2機いるの？え、2機いる？ 2 機いるな。ガガガガ、オッケー、一気に倒した。
よいしょ。 OK。 ふぅ、次ここ、よいしょ。もうちょっとだ、もうちょ、あれど、あ、こっち行くのね。なるほど、この外側から行けばいいのか。え、ど、え、お、真ん中か、違う、ここ、ここか。 OK。 落ち着いて聞いて、ポータルはかなり不安定。はい、はい、そんな、消えた、そのまま行って、また開けるわ。はい、了解。怖っ。これでいいのよ、飛ぶしかない。これエッフェル塔の近くの建物って何だったっけな、俺全然わかんねえよ。はい、では飛び込みます。 I can fly。 飛んで、ドゥン、ワープ、すげー。はーい、レジスタンスメモリークリア。さあ、ほら、戻ってきたぞ。ありがとう、ディーコン。転送は最小限にとどめましょう。おいおい、それは完全に新人次第だ。走り回る犬みたいに、パリにデジタル上の痕跡を大量に残してるのは私じゃない。そうね、また連絡するわ。はいよ。さあ、ではですね、今回はもうちょっとできるかな？どうしようか、この、これ取りに行こうか。これを取りに行って、今回終わろう。はい、ちょっとね、時間的にもう一クエする、クエストをストーリー増やす、ストーリーをするには時間がないので、行きましょう。はい。下？下？あ、こっちか。オッケー。泥棒、泥棒、はい、よいしょ。おい、このふざけ、いやー、びっくりした。目の前にいるんだもん。あ、ついでにこの、あ、育児なしの羊め、手を買ってやる。ついでに、よいしょ。え、どこにいた、いた。バイバイ。出たから、あったあった、これ開けられるはず。お、これぐらいならいけ、あれこれぐらいならいけるはずと思ったけど、よっ、あれ嘘でしょ。よっ、 OK、 よっ、 OK。 ちょっと油断しすぎだな、ちょっと甘く見すぎたね。はい。甘く見ちゃダメですね。はい。はい。次回はですね、またアサシン兄弟に戻る国王の手紙をやりたいと思います。では、また次回お会いいたしましょう。じゃあねー。